ベルゲラグナーフでは、ノルウェーの歴史学者、神学者、政治家、社会主義左翼等の前頭首でもある、ローガラン県生まれ。1955年に、オスロ大学入学後、1959年には、ノルウェー学生協会会長に就任する。会長職の傍ら労働党にも入党するが、1958年の、いわゆる、イースター反乱を機に離党。 フィングスタッフセ選羅法規関係者とともに社会主義左翼党を立ち上げる。党内では九百六十一年から九百六十四年まで初期長、中央委員会委員をそれぞれ務めた。九百六十八年に哲学の学位を取得し大学を卒業。翌九百六十九年にはノルウェー自然科学、人文科学調査評議会の評議員となるが、トロムソ大学で 歴史学の準教授に就くため1971年に辞任する。この間1968年から翌年までノルウェーモールラーグの副会長などを歴任する。1973年のノルウェー議会選挙において、ローガーラン県から社会主義左翼党公認で出馬し、初当選を果たす。また1976年から1983年にかけては党首を務め、 銀在職中は農業上任委員会、選挙委員会及び外交問題特別委員会の各委員を務めた。1973年に議員に当選したため、トロムソ大学を離れたが、1975年には講師として復帰し、1985年に教授に昇格する。しかし、教授職を1年限りで退いた後、翌1986年以降は、 神学研究に従事する。オスロ教会やノルウェー国教会などでの活動を経て、1991年からはオスロ大学でキリスト教師について教弁を取る。また、1998年司祭に任命される。2007年に大学を退職し、現在は名誉教授である。歴史学及び政治学関係の著書を多数残しており、特に、 ノルウェーの歴史1905年の1990年はいくつかの大学でノルウェー史の教科書として使われている。ありがとうございます。